はい、おはようございます。久しぶりの Vlog 動画となっております。待ちわびたでしょう、そこのあなた。体重も59キロ切ってて、今んとこいい感じですね。普段ならね、この時間は朝ランなんですけど、土曜日は。ただまあ、来週金沢なんで、まあちょっとずつ今負荷落としてるとこなんで、今日は朝ランなしで、まあその代わり、ちょっといつもより長めの散歩をしようかなと思っております。よく見たらめっちゃおるやん。根元俺が来たらめっちゃ来たやん。ちょっと怖いんで行きます。なんか何とも言えない空ですわ、今日は。てか今日なんかあれやねんな、そんな寒くないねんな。なんか昨日夜か、なんかアプリの通知来とって、そしたら明日は、今日より5度ぐらい高いですってなってたんで、今日なんか関西は25度ぐらいまで行くんかな。いやー、ええ加減寒くなってもらわんと困るな。ただいま、お帰り。靴下の捨て時ってなんか難しくないですか？なんかね、別に穴開いてないんですよね。でも穴開いてないけど、別に使ってはないけど。いや、どうしよう。いや、なんか捨てたいな。今から金沢マラソンの、必要なものをちょっと買いに、三宮の方へ向かいたいなと思います。目的のお店は11時に開くんで、今9時40分なんで、まあまだ時間あるんで、ちょっとね、久々にゲーセンでも行こうかなと思います。久しぶりに通ってるけど、やっぱなんかこう廃れてんな。昔こんなにこうシャッターというかなかってんけどな。はあ、寂しくなるな。よいしょ。ただいま、お帰りというわけで帰ってきました。暑いな今日。でですね、まあ今日買ってきたものはですね、まあマラソンで使うものですね。まず、あれどこ行った？ちょっと待ってな。どこ行った？あれ？あったあった。まず買ってきたのが、これですね。これなんだっけ？ベスパーってかな？ベスパーハイパースポーツみたいな、なんかそんな感じです。はい。これも去年の金沢マラソンで、使ってますね。はい。で、もう一個、こちらですね。モルテンのジェル、カフェイン入りです。はい。で、他の、ドリンクとか、やつは、もうこないだ、買っておりまして、はい、ここにねあります。はい、
いやー、あれ買うかね、悩んだんですよ。サプリメントで、なんか、どうだったかな、忘れた。あれ、ちょっと待って。これ見せるわ。これこれこれ。あ、違う。これっす、これ。これをね、買うかね、悩んだ。これいいんすかね？ちょっとその効果がわからないんで、はい。ちょっとまあ一旦保留にしておきました。で、今日は4時ぐらいから走りたいんで、ちょっと今からね、ご飯の方を食べようかなと思います。はい。今日のお昼はクリームパンと、こちらですね。僕の動画ではおなじみ、やみつきドッグとなっております。はい。いただきます。うまい。だから来週のこの時間はさ、もう金沢おるって考えるとさ、マジ早い。もう一年間早すぎてさ、ほんまに焦る。ちなみに10月の29日は、マイバースデー。はい。金沢で出会った皆様も僕におめでとうって、はい。言うてくださいね。嘘嘘。まあでもいろんな人がね、YouTuber の人も来るから、楽しみですね。そのダイヤモンドを磨き上げることが人生なのである。はい、どうもこんにちは。オロチン言うよ。暑いな。今何度やろな。22、3度？ 4 度ぐらいあるんかな。暑いわ。で、今日の、練習メニューなんですけど、まあ、金沢まで1週間なんで、もう参加めちゃくちゃきついスピード練習とかは、入れないです。まあ、つってもスピード練習つっても僕の場合もうやってんの今1つだけしかなくて、ぶっちゃけまあ、Twitter とかインスタをねフォローしてる人ならまあ知ってるかなと思うんですけど、まあ、1分間走しか最近してなくて、ここ2ヶ月ぐらいか。もういわゆる王道的な1000メートル5本とか10本っていうのはやってないですね。はい。もうね、そっちは、まあ、5本までやったらいけるけど、ちょっと10本とか1人でやるのはちょっともう気持ち的にしんどくてできないんで、はい。1人でもしっかりとこなせるメニューをやろうと思って、この1分間走を取り入れてるっていう感じですね。で、まあ、1分ダッシュ、1分ジョグなんですけど、1分ダッシュの方は、まあ大体僕で言うと3分20から3分30の間で1分間走って、で、ジョギングの方は、ここもちゃんと、ペース決めてあって、キロ4分を切るっていう、キロ4分ペースで走って、また次ダッシュで、次ジョギングっていうのを、まあ今日は、15本やる予定なんで、まあ時間で言ったら30分間走るっていう感じですね。はい。ほんと最近これしかしてなくて、まあでもこれでも十分なんつうんやろ、高い心拍数も保てるし、まあ一応僕で言ったら8キロぐらい、もうちょっと8キロいくかいかんかぐらいは、まあ、走れるんで、まあこれで最近は十分かなと思っております。にしても暑い。今日のシューズはこちらですね。ベイパーフライ使います。これね、去年の金沢マラソンで履いて以来使ってないので、走行距離は見調べたら50キロとかでしたね。はい。なので全然使えるって感じですね。よし、行こう。はい。では1分間走をスタートしたいと思います。よーい、スタート。
はい、今まで半分ですね。15分経過。非常にきつい。差し込みが来てる。はい、次が15本目になります。やばい、きつい。差し込みきつい。起き上がるんや。立ち上がるんだ。はい、今日の練習終わりました。記録はこんな感じです。まあ8キロちょっとですね。はい、いやちょっとね、久しぶりに差し込みが来たね。左やから多分消化不良なんかな。ちょっと食ったパンがまだ消化しきってなかったって感じかな。でまあ途中ね、マジ差し込みがきつくて、もうやめようかなとか、もういいかなとか思ったんですけど、僕が好きな漫画、アイシールド21に出てくる言葉があるんですけど、こう、諦めが頭をよぎるかどうか、それが心の力の差、みたいな感じで。だからその言葉を思い出してね、いや、まだ諦めるの早いなと思って、もうちょっと頭を使って、ちょっと今日ね、ダッシュの方はまあ良かったんですけど、ジョグの方がね、ちょっと早かったんですよ。いつもやったら4分、まあ3分50から4分ぐらいの間とかで、まあ落として走ってるんですけど、今日はね、ちょっとやっぱベイパー、この、やっぱ反発力があるし、またこう、すごく生き生きしてるから、ちょっと僕もそれに、こう、乗っちゃったというかね、足が。だから、3分、30か40ぐらいで落としでも走っとったから、やっぱそれがね、あかんかったね。で、途中からそれに気づいて、もうちょっと落とせと。落としていいから、もっと落として走って、と思って、まあそんな感じで、なんとか30分やりきりました。はぁ、きつかった。まあ、いいんではないでしょうか。はい。まあでも、あれですね、このタイムを考えると、僕10キロの自己ベストで何分やったかな、ちょっと覚えてないんですけど、10キロ35分切りいつかしたいなと思いましたね。はい、そんなこんなでちょっとダウンして帰ります。いいね、いいガンタンクだ。世の中にはいいガンタンクと悪いガンタンクがある。今のはいいガンタンク。あ、ごめん。練習を手伝っていただこうかなと思います。田澤廉選手です。はい、ストレッチの方終わりました。来週はね、ついにカナダマラソンということで、いやーはっと言いますね。いやーもうね、不安と緊張しかないっす。いやーサブウェイができんのかな、めちゃくちゃ不安。まあ足のね、皮に関してはもう痛みはないので、まあ大丈夫だと思うんですけど、あとは僕がその42キロ持つかどうかっていうところですね。本当に不安。もうなんか完走できるかもなんか不安やもんな、今。っていう感じですね。まあね、そんなこと言っても、まあね、頑張るしかないですね。で、次の動画はおそらく金沢マラソン、終わった後になるかなと思います。で、今日ね、まあ、ずっと考えてたんですよ。走ってる時にこうカメラ撮りながら、なんやね。でね、やっぱね、ちょっとね、撮影の方法はレース中、ちょっとね、なしの方向でやらせていただきたいなと思います。やっぱね、ちょっとね、集中したい走ることに、ということで。あとね、やっぱね、その、バッテリーはあっても GoPro がね、電源つかないんですよ、たまに。で、そうなると一回バッテリー抜いて、こう、
こうまたね電源オンにしないといけないんで、やっぱそれがね結構手間になったりもするんで、ちょっとね走ることに集中させていただきます。よろしくお願いします。はい、みんな応援してね。はい、はあ、というわけでね、明日はちょっとまた別の用事がありますんで、今日はね早いとこ出ようかなと思います。というわけで、最後まで動画見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録、高評価、コメント、ツイッター、インスタもやってますんで、よろしくお願いします。ぜひ、金沢マラソンね、お会いした方はよろしくお願いします。それじゃあ、バイバーイ。